と思ったら少しご飯の時間ですよ。さあ行きましょう。いやいやいや、もう絶好調でありがとうございます。ピラフ綺麗に描いてますね。この箱のこの包みの色もピラフに多分寄せてんでしょうね。そういうことですよね。チャーハンとか違う。いや、いいっすね。横浜ピラフでございます。開けるの楽しみ。僕食べたことないな、これは。あー、いいね、いいですね。こんな感じです。かわいい感じです。ちょっと暗くして、こんな感じです。ありがとうございます。相変わらず美味しい弁当をくださる小島社長でございます。どうもありがとうございます。奥様からの伝言もいただきました。ちゃんと野菜食べた方がいいよと。奥様ご心配ありがとうございます。食べるようにします。よっしゃ。相変わらず飲料はヘルメットさんからいただいたやつです。あー、いいな、この刺した感じからすげーいいですね。いい香りっす。うん、うん、あー、ちゃんとしてる。冷めてても美味しいんだよ。そうなんですよね、ほんとそう。ちゃんとした弁当屋さんの弁当ってそうなんですよ。あのシューマイ弁当の、蒸してある米もすげえもちもちで美味しいですけど、このチャーハンとかピラフのこの米も美味しいですね。こうやってちゃんと座ってご飯食べれるっていうのは本当幸せですね。本当感じます。うん、うん、あ、いいわ、これピクルス的なやつだ。うん、おいしい。もうこの豆全般好きなんですけど、グリーンピースも好きなんですよね。あの昔のオールドサイヤの銀の皿に乗ってくるカレーとかで、上に2つ3つポンポンって、昔そうじゃありませんでした。あれがなんか僕可愛くて好きで、子供の頃からこれ嫌いって食べない人多いけど、あんた変わった子供だねってよく言われましたね。カツ丼の上に2つ3つ、そうね、あ、いいんすよ。うん、こう僕の最初 そのカレーの上のグリーンピースの記憶はもう今ないんですけど、なんかこれそれも美味しい。夜にとちのきっていう、はい、昼喫茶店夜居酒屋バーみたいな感じの店があって、そこに親父に連れてってもらって食べさせてもらってたやつが最初のそのグリーンピースのっかりカレーの思い出で、そこの社長がもう今解消なのかな、作ったアメリカンドッグが僕の人生初のアメリカンドッグなんですよね。めっちゃもう今有名な会社で、今もやってるんですよ。やられてますね。今あのお土産とか定食とか、まあ、あの一番有名なの塩かな、ジネンっていう塩がすごい有名で、あとはキビズ、多頭キビから作ったやつとか、結構メディア系でも話題になって紹介されること多いですね。昔どっちの料理場とかでも紹介されたはずです。有名な番組で塩は、うん、やっぱシューマイいいな。ギュッとしてんだよな、このシューマイ。シューマイ食べてるときはね、シューマイ弁当買っちゃう。はいはいはい。
ピカーンといくと5個入っていいですよね。そうそう、あの竹の子が入ってる、はい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 、僕も好きです。うん、うん、ちょっとずついろんなのが入ってるのがいいですよね。この先割れスプーンもいいな。なんていうんですかね、このこっちはめちゃめちゃ食べやすいんですよ、選ぶは。でこっちはちょっとだけ絶妙に食べづらいんですよ。だからすぐ食べ終わらないというか、1回で使えなくてちょんちょんちょんって3回4回ぐらいこうやる感じが非常にいいですね。多分考えられてるんだと思うんですけど、シューマイが刺そうかもしれない。そうそうそう、あちょっとだけとんがってる。あ、本当だ。めっちゃ頭いいですよね。本当に。本当すごい。うん、ほんま美味しい。本当こうやって弁当食べるだけでも学びっていうかたくさんありますね。考えられてる。うん。ピラフもいいな。いいっすね。ピラフとチャーハンのどっちが？チャーハン。いやーもうこれはもう僕気分ですね。その日の気分ですね。どっちも捨てがたい。めっちゃ美味しい。横浜ピラフ弁当ですね。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。こんばんは、ちょうど。